稚内温泉は北海道稚内市藤見地区にある日本最北端の温泉。強めの塩味とかすかな原油臭を伴う。炭鉱色でわずかに濁っている。源泉は極めて濃く、水で5倍に薄めている。日帰り入浴施設玄関稚内駅からは山の反対側の日本海側に面した藤見地区に稚内市への日帰り入浴施設の稚内温泉、ドームを中心として 風の宿、草谷パレスや数形の温泉民宿がある。また、温泉付きではないが、格安のライダーハウスもある。日本海の向こうに利尻岳が遠望できる。一部の宿は、富士見温泉の名称も使うことがある。稚内温泉、ドームには稚内港に寄港したロシア人船員がよく訪れるが、当初は、 習慣の違いや日本式マナーを知らなかったことに由来するトラブルがあったため、ロシア語で書かれたマナーに関する掲示が多い。現在では、日本式のマナーも知れ渡り、問題はほとんどなくなったと言われる。1976年に行われた原油の敷屈の際に湧き出した温泉をもとに、1978年に開業し、日本最北端の温泉の座が豊富温泉から移る。 当時は今の稚内温泉ドームよりも少し東にあった稚内市民温泉保養センターでの営業だった。併設された稚内子会館三ゆき荘での宿泊も可能だった。1979年には船員保養所宗谷パレスには稚内市民温泉保養センターが稚内温泉ドームとして新築移転する。この時に 稚内市民温泉保養センターと稚内星会館、みゆきは閉鎖された。なお、これらの建物は現在でも稚内少年自然の家の一部として残存している。ありがとうございます。